さーい、アルとヒゲ坊主です。いつもご視聴いただきありがとうございます。アルも、はい、挨拶して。ちょっともうちょっと夜なんで、アルくん眠眠なんでサクッと撮っちゃいます。俺たちの旅シリーズ第3弾です。で、どこに行くかなんですけど、伊豆、静岡の伊豆の方にちょっと1泊2日で遊びに行ってきます。で、今回なんですけど、僕とある2人じゃなくて、あの友達計7人かな、7人連れて7人と一緒に今回旅行に行きたいと思ってます。で、今日が3日前になるんですけど、ちょうどなんかただ旅行に行くだけでも全然楽しいと思うんですけど、なんかもっとなんか思い出に残ればなと思って、今回ちょっと特別 なんかルールっていうのを勝手に自分の方で作って、それをちょっと今待ってるところです。でも意味ない、意味わかんないよ。服装の、あるがちょっとどっか行っちゃった。ちょっと引き戻してきます。どうしよう。はい、伊豆旅行に行くにあたり特別なルールを、一つだけ作りました。それが7人全員でコーディネート、服装をちょっと揃えようっていう大の大人がねやろうと思ってます。で、それでちょっと自分の方でパンツは白に固定して、上アウターはまあ自由なんですけど、その中ですね、パーカーを指定しました。無地のパーカーで、みんななんか色とか結構やっぱ黒とかなんか暗い色とか持ってる人が多かったんですけど、せっかくならなんかこういう機会にみんななんか買わない色買おうよっていうことで、僕が勝手に7色を選んでもう注文して、今日そろそろ届くのかなっていう感じですね。で、それを届いたら今度網だくじにして自分何色になるっていうのを決めていきたいと思います。ほんと黒とか白とかそれありきたりな色じゃなくて、結構なんか、まあ、自分でも買わないような派手な色を用意したんで、ちょっとお楽しみにしてもらえたらと思います。ちなみに人7人、犬3人、3匹で行きます。で、ワンちゃんあるとか皆さん鎌倉大作戦とか見てくれたかな。鎌倉大作戦に出てたモナカちゃんとチロルちゃんと一緒に行くんですけど、3人とも黄色いパーカーをお揃いで買ってます。なんで3人は黄色いパーカーを着ます。で、僕らはまあ色7色、まあ、レインボーなんですけど、それを着ていこうと思います。で、あとまあ、その7人の中で今ちょうどカメラを撮ってくれてる人、ニュースあるを編集してくれた修二くんがいるんですけど、あ、話してるのかな。こんにちは。そう修二です。修二も一緒に旅行に行きます。で、ちょっと今日は編集じゃない動画の撮影を手伝ってほしいっていう形で急遽お呼びしてます。一緒に今日は撮影に参加してます。今日の夜にパーカーが届くんで、修二ね、確かに今日の夜届く、はい、今日の夜届くはずです。だから届いたのを確認して、明日みんなを呼んで開封式をします。そうですね。で、明後日の朝、はい、みんな早朝から行くっていう形でお揃いのパーカー着て、はい、なのでちょっと今宅配をまあ置き配にしてるんですけど待ってるところです。なんか学生みたいなあんまないですよね、こんな。そう、こんな大の大人がね、まあ楽しもうとりあえずどうせやるならね、全力で楽しみたいですね。そうだね、まあ画角も良くなると思うからその方が。翌日ヒゲさんどうも、こんばんは。時間に
集まりが悪い来ない誰も来ないですねけど、まあ、修二とモナカママが来てくれたんで一旦ねこの阿弥陀くじをもう何が何か分からないんですけど阿弥陀くじを先にとりあえず書いてもらおうと思います。はい、いいよ。何が当たっても文句言わないで。ピンク以外がいい。ピンク以外、ピンクが人気ないね。どれでもいいも書いていい？お願いします。真ん中かな。モナチュン。モナチュンね。じゃあモナちゃんで、これどうしようかな。もう帰るっしょ。もう帰るよ。ごめんねこれのためだけに。じゃあ当日渡すわ。はい、お願いします。オッケー。一旦、あ、俺見えちゃうわ。見えても分かんないか。モナカママが、モナカママが真ん中で、あと残り6人で決めていきたいと思います。僕たちは最後の方でいいですよね。僕らは最後ですね。一旦ちょっと待ちます。じゃあモナカママありがとうございました。よろしくお願いします。ほい。はい、うまっ。しかもええ、うまいだろう。モナカママがパーカーの絵を描いてきました。俺の方がうまいけどな。よいしょ。ちょっと人数足りないんですけど、集まったんで阿弥陀くじやっていきたいと思います。で、先にもうモナカママ帰っちゃったんで、モナカママだけ被災してます。よし。で、今で、あとひざちゃんと鎌倉大作戦で言ったひざちゃんが今日まさかの福岡に行っちゃってるんで来れないっていうことと、揃ったのはあとチロルママが急遽来れなくなったんで、俺と修二とザッキーと藤子ちゃんかな、ひざちゃんとチロルママは後で書くとして、よし、じゃあ4人でじゃんけんしよう。はい、いきますよ。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。よし、最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、しょ。よし、じゃあ先入っていきます。修二が書いて、僕は左端にします。はい、じゃあこっちで次俺ね。はい、俺多分どこにします。ひげご。はい、次こちゃん。今いるメンバーでこんな感じで見てます。だからあとこことモナちゃんママと僕の間が空いているので、ここにひざちゃんとチロルママかを入れていきます。こっちでもいいか。うん、ひざ。よし、決まり。あ、ある。こんな感じでやっていきます。主人オープンします。いきます。じゃあザッキーからね。こういってこういってこういってこういくん。うん、こう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 きてこう来て、こう来て。黄色。黄色です。黄色ザッキー。お、いいじゃん。まだピンクの方が良かったな。ピンクの方が良かった。オッケーオッケー、黄色ね。じゃあ次チロルママ。こう行って、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 こう行って。
こう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 青だ。あの深い青の方ですね。深い方だね。チロルママ、じゃあモナちゃんママいっちゃうか。はい。こう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 上がって下がってこうこう上がってこうこうこう。これ割れながら線多いかも。こうこう多いな。こう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 赤。もなかママ膝、膝ちゃんは次膝ちゃんね。こう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 膝ちゃんピンクだ。おお結構ビビったなピンク。なんかいいねこの辺が。あと俺とシュチとジッコちゃんで緑パープル水色何色がいい？何色だろう。でも結構この中あったらどれでも好きかもしれないですね。ジッコちゃんは緑以外。緑以外じゃあ次ね行くよ。ジッコちゃんこう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 緑以外で緑緑以外で緑になっちゃったまさかの緑。藤子ってことは俺と修二で、そうですね、パープルか水色ね。これもしかしたらこれ水色来るんじゃないですか。来たかもしれない。じゃあ行くよ修二。はい。こう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 俺パープル僕が水色もらっちゃいました。習字ってことはちょもういや塗りつぶしちゃうね。こう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 パープルでしたオッケー。じゃあ配ろう。ハハハ、さっき黄色ビビったよね。で、ジッコちゃんが緑で、シュージが水色で、はい、今いるメンバーだと僕が紫です。はい、そう、僕だけ着てみようかな。一旦ヒゲさん、こっち来ますか。うん、こっちの方なんか筋肉痛が。アルくん、だいぶだいぶ原色来てるけど今、沖縄ラブエンダー来てるけどどんなもんかね。あれもう結構薄手だね。どう？狭い。狭いか。俺ちょうどいいぐらい。もう結構ぴったりじゃないですか。ぴったりパーカーやね。L でこれ。まあまあまあ。まあまあまあ。こんなもんでしょ。ジャストサイズって感じ。うん。ヒゲさんの体格で。ドリフですね。まあ、そう。そう。これ。細身だから。え？いや、細身の成人男性。で、L サイズ170。片方の上2センチぐらい。なんかそのぐらいだったら。うん。まあ気が済んじゃないか。多分大丈夫でしょ。うん。ってことで、これどうしよう。来てない人いついよ。でももうなかなか旅行まで時間もないんで。じゃあ当日渡すか。そうですね。当日渡すか。
シークレットで、うん、はい、オッケー、渡してその日のうちに当日にお会いしましょう。あちゃん行くよ。あちゃん、あ、ごめん、あんなあんな、じゃあ寝よ、あちゃん、じゃあまた当日にお会いしましょう。おやすみなさい。